七つの大罪の一人を追い込んだとあらば相当な手柄。そうなれば俺もいよいよ聖騎士見習いに。なんだ、どうした、疑って突進してきます。山猫の悲劇師団、油断するな。油断するな。こらこら、七つの大罪を探してるんだ。聖騎士たちを止めるためです。聖騎士を止めるって何から。聖騎士っていや、このリオネスを守る騎士の中の騎士、英雄だろうが。でもその彼らがこの国に戦をもたらそうとしていたら。先日聖騎士たちの手により、国王以下王族の者たちが次々と拘束されました。国王は病気で伏せってんじゃねえのか。それは聖騎士たちが流したデマです。彼らが何のために戦を始めるつもりなのか分かりません。ただ王国と周辺の町や村から人々を強制的に集めては、着々とその準備を進めています。じきにこの辺りにも影響が及んでくるでしょう。マジかよ。
大変だな。って、のんきだな、おめえは相変わらず。でもさ、それと七つの大罪とどうつながんだ？唯一、聖騎士たちを止める希望があるとすれば、七つの大罪だけなんです。おっと、通告にあった人間かどうか確かめるのを忘れておった。決定、身元不明者2名死亡ってことでいいか。お前たち何を勝手に生きておる。わしの死亡決定を変更するでないわ。勝手に決定すんな。して、どちらが七つの大罪とおぼしき人物か。どちらも手配書とは似とらんようじゃが。これはわしも運がいい。その耳飾りの紋章は王家のものだ。つまり御身は決定、エリザベス王女。エリザベス王女？エリザベス王女っつったらこの国の第三王女様じゃねえか。御身には王国から捜索指令が出ており、生きたままトライオとのご命令ではありますが、事故死ならば致し方ないでしょうな。おお、決定、事故死。
トリプルアタック。任決定。フルカウンター。決定。フルカウンター。俺の勝ち。エリザベス、おい、どこ行くんだよ。逃げ切れません。お前、諦めるわけにはいかねえって言ってただろ。私がおとなしく投降すれば、あなたの命をむやみには奪わないはずです。どの道ありゃ俺たち両方殺す気だぞ。どうして。私、嬉しかったんです。たった一人で七つの大罪を探す旅に出て、旅なんてしたことなくて、すごく不安で、正体がバレないよう着慣れない鎧でクタクタになるまで歩いて、けど誰を頼ることもできなくて。なのにあなたはどこの誰とも知れない私に優しくしてくれて、だから私は名も知らないあなたをこれ以上巻き込みたくないの。メリオダス、それが俺の名前だ。そっか。そんな、あなたはだって、そのシンボルは獣の、いえドラゴンの。どういうことだ。わしの剣は確実にこやつを仕留めた。だが一撃をもらったのはこのわしじゃと。なんだそれは。俺の剣。待てよ、貴様の顔には見覚えが。いや、だとしたらなぜ昔と姿が変わっていない。俺が誰だか分かったか。まさか本当に貴様。決定。この尋常ならざる力は、あの伝説が。七つの大罪、憤怒の罪、ドラゴンシーン、メリオダス。これで一人目が見つかったわけだな、エリザベス。残りの六人のことなんだけどさ、俺も用があって最近あいつら探し始めたんだ。情報集めのために酒場をやりながらな。これで看板娘がいてくれたら、客も情報ももっと集まるんだがな。え？一緒に行くだろ。はい。ツイゴ様、しっかり。王国に増援要請を。一大事だぞ。ナイスタイミングだろ。さすがホークママ。呼びに来たのは俺だ。さあ行くぞ、次の町へ。出発だホークママ。